落語家、桂文恵77歳が、今月、妻の真由美さんと母、春子さんを相次いで亡くしていたことが27日、分かりました。真由美さんは67歳、春子さんは99歳でした。真由美さんは、数年前に体調を崩して闘病中だったということです。また、母の春子さんは、真由美さんが介護を行っていましたが、 数年前から介護施設に入所、いずれも死因は明らかにしていません。早くに父を亡くし、春子さんに女手一つで育てられた文江は、関西大学在学中の1966年、母の反対を押し切って桂正文江に入門しました。真由美さんは、大学生だった1972年に結婚、年の差婚が話題になりましたが、1995年に、 文江の参院選出馬が取り沙汰された時には強く反対し、落語家としての夫を見守り、支え続けました。18歳の愛人と大瀬を重ねていた頃、文江は本宅の大阪池田に全く帰らなかった。窓のシャッターはいつも閉まっていました。たまに奥さんと弟子がゴミ出しで出入りするだけでした。 67歳の若さで亡くなった奥様は気の毒だと思います。さぞかし奥様は苦しみの多い人生だったでしょうね。ゆっくりおやすみください。師匠はゆっくり反省してください。